どうも、あいちです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。で、今回はですね、受験生のメッセージ、そしてまあアドバイスですかね、これをちょっと話していきます。まあ、自分の実体験も踏まえて少し話をしていくんですが、受験本番の話です。受験勉強じゃなくて受験本番ね、試験本番の時の話なんですけど、二つのキーワードをぜひ覚えた状態で、試験を受けてほしくって、それが楽しむっていうキーワードと諦めるっていうキーワード、この二つです。で、これは自分がセンター試験を受けてた時にすごく大事にしてたキーワードで、まあ、センター、まあ、自分のちょっと話をしちゃいますけど、東京学芸大学っていうとこ志望してて、まあ、学芸大の二次試験、まあ、記述ね、二次試験とセンター試験がま、大事なわけですよ、この二つが。この二つで合格と不合格が決まるんですが、そのセンター試験ってネットで調べると、大体このぐらいが必要だよってか分かるわけです。まあ、普通にね、情報としても入ってくるし。で、自分は、この必要だよっていうラインより上乗せで取んなきゃいけなかったんですよ。結構上乗せで。なぜかっていうと、二次試験、まあ、記述ね、数学の記述が、もう取れなくなってて、模試で。で、もし、まあ、センター試験から本番までの、まあ、数ヶ月、まあ、1ヶ月ちょっとか、道2ヶ月か。で、化ける可能性はあったんですけど、まあ、ちょっと厳しかったの、感覚的に。だから、センターで逃げ切んなかったら終わりだと思ってて。で、自分に、お前、センター試験失敗したら終わりだからな、って心の中でプレッシャーをかけてずっとやってたんです。でも、そうなってたから、センター、まあ、1週間前ぐらいからすごいそわそわしてて、ああ、どうしようって思ってたんですよ。でも、ある時に、そわそわしててもどうしようもないなって思ったんですよね。まあ、特に自分はプレッシャーかかると弱いタイプだから昔から。で、その時に、あ、諦めようって思ったの。で、これはセンター試験で取ることとか合格することを諦めるんじゃなくって、なんか背伸びするのを諦めようって思ったんですよ。例えば、なんだろう、みんなの勉強レベル、学力レベルを数値化できるとするじゃないですか。国語のレベルがじゃああなたは70レベルです。数学が50レベルです、みたいな。で、普段の勉強っていうのはそのレベルを上げるために勉強してますよね。勉強して、国語の70レベルを71、72って上げていこうとしてると思うんですけど、試験始まったらレベルなんて絶対上がんないわけです。ってことは、今、まあ、自分もセンター1週間前ぐらいで勉強してましたけど、今のそのまあ試験がね、始まったその席に座って試験受ける時のそのレベルでしか、そのレベルの力しか発揮できないじゃんって。どんなに背伸びしてうまくいくようにしよう、うまくいくようにしようって思っても、まあ意味がないなっていうふうに諦めたんです。だから自分、その試験、センター試験だけじゃないですけど、その大学入試の2次の時とかもう前日勉強しないんですよ、ほとんど。そう。勉強しないです。だって前日にやったって大したレベル上がんないって分かってるから。そわそわして焦っちゃうだけなんで。だから普通に、まあ、今まで勉強してた、なんか問題集の自分が頑張ったのが分かるものとかで、うわ、こんだけやってきたのか俺、じゃあ大丈夫だろうって自分自信をつけるために、なんか問題集見たりとかはしてましたけど、ほとんどしてないです。そう。だから、その諦める、ほんといい意味でね、いい意味で諦めることによって、かなり落ち着いて試験を受けれました。で、その、まあ、その、諦めるっていうことで落ち着けるっていうところと、あとはもう試験楽しんじゃおうと思ってて、で、センター本番の時とかも、いや、俺ほんとここまでやんなくていいんですけど、その、数学科だった、まあ、数学科を志望してたので、数学の問題いっぱい受けて、解いてきたんですよ。で、やっぱりいっぱい解いてきたのもあって、大体こう出された時に、出題者、問題作った人の意図が見える。あ、この人ここで引っ掛けようとしてんだろうなとか、この定理を使わせないんだろうなとかって、まあ、見えてくるわけです。で、それをセンター受けてる本番の時とかも、うわ、これやら、狙ってんな、出題者、とかと思いながら普通に受けてたの。その方が楽しくって。一問一問、はぁ、ミスな、何分、やべえなって。もちろんあったよ、感覚。特にセンター試験なんて時間との勝負だから、あったけど、でも、やべえよ、とかってやってても、何もいいことないんで、あこれ狙ってんだな、よし、みたいな。っていう気持ちと、あとは、解けない問題は、粘ったら解ける時もあるけど、でも、今、パッてやって解けるって思った問題を、とにかくケアレスミスを減らそうと思って解こうって思ってやってたのね。そう、そういう風に気持ちを切り替えて、いい意味で諦めて、で、本番楽しむっていう気持ち、まあちょっとできるなら楽しんでいこうみたいな風に思って試験を受けてきました。で、まあ結果的にね、数学は本当、ちょっとまあ 2B に関しては、ちょっとズルというか、ルートの中の、2B だよね、ルートの中の数字がね、最後わかんなくて、大問1個。そう、で、3か5だったんだよ、どっちか、計算上ね。で、そのどっちかに寄せて、もう3、どっちか忘れてたけど、どっちか3だっけな、どっちだっけな。3だっけ5だっけ忘れたけど、そうやって、でそれがたまたま当てはまったんだよね。で、勘が当たったから取れたってもあるんだけど、結局 1A は100点だったんだけど、で、2B も80いくつか取れて、それはね、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、でもその気持ちは良かったなと思ってる、今でも。それは英語とか苦手な国語とかでも、もちろんそんなにいい得点取れなかったですけど、
でも、そういう気持ちがなかったらもっと悪かったとは思ってるので、うん。で、これは今ね、大学入試の話でしてるけど、高校受験の方も同じです。どんなに焦ったって、背伸びしたって、本番も何も変わらないんだから、始めって言われて問題紙めくったら、一問でも多く自分が今解ける問題を落ち着いて解いてこようって、そう、風に気持ちを変えた方がいい。ああどうしようどうしよう、なんてもね、まあ思うかもしれないけど、いいんだって。うん、今できることやってこようって、今の私、今の俺ができることって何なのかなって。それを、まあ、40分、50分わからないけど、試験時間、それを、それなんだ、発揮できるように、ぜひやってきてもらえたらと思います。で、最後に、まあ、試験がまだちょっと先の方とかにアドバイスがあるんですけど、その、割り切るというか、諦めるってあるじゃないですか。いい意味で諦められるのって、これ、努力した人の特権だと思ってるんです、自分は。努力を、ある程度の努力をしてきたから、あ、これだけやってきたし、大丈夫っしょって。だから、なんだろう、今やれることをやるしかないよね、っていう風に持っていけるんだと思うんです。で、これが足りないと、やっぱり持ってけないと思っていて、でまあ自分にね、自分に厳しい方とか、その自分に自信がない方がやっぱ多いので、そういった方ってそこに持ってきにくいから、一概に努力が足んないから思えないんだよってわけではないんだけど、でもなんだろう、今頑張ることでそういう風ないいモチベーションで本番の試験受けれるっていうのは絶対にあると思うので、まだねその試験まで時間がある方っていうのは、今から一日一日よりあれか、1秒1秒かな、時間を大事にして勉強して、で試験本番をまあ楽しむ、絶対楽しめとまでは言わないですけど、いいモチベーションでぜひね試験受けてきてください。そしてまあ明日明後日試験だと入試だったりとか、まあセンター近い方もいらっしゃるので、センター試験受ける方はぜひねいいモチベーションで試験を頑張ってきてください。